やっちゃうよ、大丈夫です。ということで、今日はね、ちょっとあんまり元気がないんですけど、やっぱ、昨日のプレイオフでの、やっぱその、何があったかみたいなとか、俺が今思ってることとかをね、ちょっとね、もう、今正直、気分がね、あれ、もう落ち込みすぎて、ちょっと、あれなんですけど、やっぱね、ちょっと、この動画だけはね、今日出して、明日、また YouTube をね、再開しようかなと思ってて、そうですね。本当に昨日何があったかってわからない人用に説明をすると、プレイオフっていう、フラワーリーグアジアの、決勝があったんですよ。いわゆる決勝があって。で、4チームで、トーナメントやって、ボノスは結果的に言うと、最初に負けちゃったんですね。で、2v2 負けて、その後自分が、1回負けて、1回勝って、その最後にね、バンカードを使って負けちゃったんですよ。で、それで結構いろんなそれに関しての、意見があって、やっぱりそのプロとしてとか、そのなんだろう、バンカードを使うのはプロとしてあっちゃいけないミスだっていうのとか、まあその、なんだろう、その途中で気づいてたのに使ったんじゃないかみたいな意見とかも結構あったりして、それで、まあ今俺が思ってることをね、とりあえず、話そうかなと思っていて、まず最初に、そうですね、本当にバンカードを使ったことに関しては、マジで、負けた、あってね、負けて、その審判からのジャッジが下されるまでに、負けた後10分ぐらい、こうやって、待ってたんですよ、自分は。その時にもまだ気づいてなくて、自分がバンカード使ったことにね、そう、なんか途中で気づいた仕草あっただろうみたいなコメントも結構あったんですけど、本当に気づいてなくて、最後俺はその途中で相手がね、こうやってやってたのを見てたんで、端末がラグったからその調整なのかなみたいな、そういう感じで思ってたんですけど、最後にそのライキ・ジョーンズ選手がバンカードを使用したため、反則負けになりますって言われた時に、あ、そっか、トルネードかみたいな、そんな感じで本当にそこまで気づかなかったですね。で、本当なんかその負けた後とかも、なんかもう、みかんさんとローラが、一回タイムアウトで、見に来てくれてたからね。俺が組んでるデッキを。だから、気づかなかったのごめん、みたいな感じとか、あとみかんさんが、なんだっけ、ごめん、みたいな、そういう文章をね、ツイッターに自分のせいでもあります、みたいな、おじさんですけど、完全にあれに関しては、俺が、やらかしましたね。もう、本当に、今までそういうミスをしてこなかったんで、なんかもう注意すらしてなかったっていうか、普通にもう何も、バンカードに関しては考えてなかったっていうか、そうですね、もう意識の外にありましたね、本当にそうですね。で、やっぱりそれに関して、プロとしてどうだとか、やっぱりポノスのファンの人って今、多分、一番ね、プロのチームの中で、勝ち進んでるってこともあって、結構多くいてくれてると思うんですよね。で、それで、やっぱり来季めげずに頑張れって言ってくれてる人と、ざけんな、そんなミスしやがってっていう人も、やっぱいると思うんですよ、間違いなく。で、やっぱ俺からしたら、やっぱ、頑張れよって、こんなの気にせないで頑張れよって言ってくれる人の方がありがたいですね。それに関しては間違いないんですけど、やっぱりでも、来季ふざけんなって言ってるやつが、言っている人とかも、結局は、やっぱ、ポノスのファンであって、多分ね、来季ミスしやがって笑ったみたいな人は、多分単純にね、単純にそのなんだろう、あいつミスしたんだ、受けるみたいな、多分そんな感じなんだと思うんですけど、そのなんだろう、結構過激な言葉が出るってことは、その分なんか、ポノスをとか、まあ個人の、みかんさんとか、フチとか、まあローラ、テンちゃん、個人を応援してくれてた人とか、あとは、まあゲームイズ、デトネ、ファブを応援してたけど、今そのチームが負けて、ポノスが日本チームで唯一勝ち進んでるから、ポノスを応援してくれてるとか、多分そういう人たちもいたと思うんですよね。で、そういう人たちが、まあ、ゲームイズとか、まあ、ラットとかもね、自分たちは負けちゃったけど、ポノスは、自分たちの分も頑張ってほしいです、みたいな、ツイートとか、普通にね、応援メッセージ送ってくれたりもして、多分そういう人たちが、ファブのファンの人とかも、まあ、ラットがそういうんならって言って、ポノスを応援してくれてる人も、まあ、少なからずいるとは思うんですよ。
やっぱだからそういう、なんだろう、期待を背負ってる場面で最後ね、自分が勝ったら勝ち抜きに進む、自分が負けたらチームが負けるって場面で、自分がね本当にバンカードを使って負けたっていうのが、多分本当に見てる側からしたらやっぱり何してんだあいつってなると思うんですよね。それに関してはもう自分がマジで半端じゃないことをやってしまったんで、もうそれに関してはもう仕方ないと思っています。そうですね。でも、そうですね、本当にマジで、なんだろう、ファーストシーズンから、そういう、なんだろう、ワイルドカード、ファーストシーズンはワイルドカードをもう、4チームでトーナメントでやって、2勝しなきゃね、勝ち上がれなくて、そこでも、俺らはファーストシーズン2勝して勝ち上がったんですよ。で、ワイルドカードは、じゃあ、プレーオフか。プレーオフは今のトーナメント形式じゃなくて、上がったチームが3位と当たって、勝った方が2位と当たって、その勝った方が1位と当たるみたいな。で、言っちゃえば、そのワイルドカードから5連勝しなきゃ優勝できないっていう状態だったんですね。そこで俺らは、ワイルドカードから5連勝して優勝したんで、そのなんだろう、負けちゃいけないっていう、なんだろう、負けたら責任が、普通のね、普段の試合も負けていいわけじゃないんですけど、負けでも取り返しがつくんですよ。なんだけど、その負けちゃいけないっていう試合での負けたことがなくて、で、昨日初めて負けたんですけど、昨日初めてね、負けたんですけど、それもやっぱりそのああいう負け方になっちゃって、正直超しんどい、ね、周りもね、そのまあ間違えた来季が一番しんどいはずとか言ってくれてる人もいるんですけど、結局はチームを、ローラもね、俺より成績がいいけど、ローラをしのいて俺が出たんで、やっぱそのローラにもやっぱちょっと申し訳ないなとも思うし、口とかもね出てないんで、やっぱその分も勝ちが痛かったなって思うし、2v2 もね、いつも俺がマイブレーン3立てした時も、結局はその俺がシングルに負けたけど 2v2 で勝ってくれてたから、その場が設けられたのであって、やっぱそれもなんだろう、周りのおかげではあったんですよね、俺があれをできたのも。なので今回はその自分がね、3セット目にやっぱつなげたかったっていうのもあるんですけど、そうですね。やっぱちょっとしんどいですね。こういう場で負けたことがなかったので、なんかやっぱりしんどいっていうのが一番先に来ちゃうんですね。ただ、仲間にも申し訳ないっていうのもあるし、なんか、だからその応援してくれた人にも、ちょっとね、ああいうミスをしてしまって、そうですね。ちょっと、まあ、本当にごめんなさいって感じなんですけど、でも自分たちは、そのなんか、やっぱり、まだね、これでポノスのファンじゃなくなっちゃったっていう人もね、やっぱちょっとはいると思うんですよ。それに関しても本当に、なんだろう、だと思ってるし、でもまだ応援してくれてる人もいっぱいいて、自分の周りの人とかもね、もうその家族の人もやっぱ応援してくれてるし、なんかクラルは関係で、ね、知り合った人とかも、まあそういういろんな意見集まるし、これはお前がやったことだから仕方ないけど、やっぱそのミスした後が大事だからみたいな感じで言ってくれる人もいるしね、その俺を心配して電話かけてくれる人もいるんで、まあその分も本当に頑張りたいなと思ってます。でも本当自分たちは本当はね、本当はそういう開催国じゃなければ、今この時点でもう俺らのクラルアリーグはもう終わっちゃってるんですけど、本当に何だろう、もうこれから世界大会、開催国なだけで、世界大会に出場することができるって正直恵まれていると思うんですよ、本当に。なんで、まあ、ここでミスしてよかったとは言わないですけど、全然そんなことは思えないし、正直自分も昨日マジで落ち込んで、本当に、なんだろう、マジやばかったんですよね。なんだろう。だから、でも、ミスしてよかったとかじゃないですけど、まだチャンスがあるんですよね。なんで、本当に、なんだろうな、もう本当に仕上げまくってリベンジしたいなっていう思いが今ありますという感じで、そうですね。なんで、まあ、本当に、まだね、ポノスを応援してくれてる人とか、俺とかも、そのなんか、まあ、ポノスのみんなをね、個人的に応援してくれてる人もいると思うんですよ。やっぱ、それ、本当に、なんだろう、昨日自分がなんか反省というか、今思ってることみたいなのを、ツイッターにね、出した時に、いっぱい応援してくれてる人がいて、やっぱ、そういう、なんていうんですかね、いやー、なんかうまく喋れないんですけど、本当になんか、
今回、その反則負けっていう形で負けちゃったので、もう世界大会ではそういうことがないのはもちろんですけど、本当にそれ以上またね、ちょっとやっぱ気が緩んでたっていうのもあると思うんで、気を引き締めてね、頑張りたいと思うんで、で、また明日からね、動画を再開したいとも思うんで、ぜひ、応援のほどよろしくお願いします。そうですね、今日はもうこの1本で、ちょっと、いつも通り動画を撮れる、なんかメンタルにないので、本当に申し訳ないんですけど、今日はこの1本だけで、いきます。ということで、明日からまた動画再開するので、ぜひ、ポノスの応援よろしくお願いします。ということで、今日はこの辺で、とりあえず、昨日のね、件に関しては、こんな感じで終わらせていただきます。ということで、お疲れ様でした。